えい、キス初ヒット。でもいい方と思うんですけどね。セカンドインパクト起こす。また行く。まだある。いやちょっとほら、野宿しようみたいな、本当。家がないで野宿しようみたいな。まあ最悪こうなってもさ、うちらは生きていけるけど。何回ね。でもね、さっきねパパに言ったよ、ね。なんかあった時これ持っていけばどうにかなるよ。カバンを。食べる？食べる食べる。カバンは？食べる。出てください。ちょっと待って。食べる。どうした？あー、全然やった。そんな当たりある？ハワイ染め。ここのポイントは内緒やね。ちょっと動かすのが早い、ね。そんな感じさっき。そうやね。俺よりは上手いってことや、絶対。興奮しすぎて動画撮ってなかったもんね。毛布着て寝らん？ん？かわいい。取ろ。雨？雨降ってないよ。降ってないよ。え、降ってない。でも濡れとるやん。ケツだ、ケツだ。冷たくなって、ああ水が出てこれ、あ、まあ、頭落としていいんかね、これ。頭落とさない。先に頭落として、鱗取って、え、順番は頭を落として頭を落として鱗を取って鱗を取って、このあれは手は手めっちゃ開いてね。手取らんの？あのヒレみたいな。あ、めっちゃ開いてね。これヒレは取らんでいい？なかなかこれむずい。で、お腹を裂く？鱗取った？鱗取ったよ。で、腹裂いて内臓取って、まあ、洗って。どう裂いたり、こう裂いたり。
うわ、まだ生きとう。いや、ちっちゃいの。血が抜けてないね。ほんで、これでどうなる？これどうなるっちゅうか。お腹裂いて内臓取ったよ。これで終わり？中のこの背骨とかは？なんかちょっと血が残っとんやけど。ここだけ洗ったら出てこんの？血は。これなんか大きいのは刺身がうまいってよ。うんうん、なんか刺身包丁とかじゃないと。あ、これ映った。ああ、ほら、なんかこんな風に切れるもん。背骨のとこの血とかどうやって取るの？うわ、下手くそ。僕やってみたいの。ちなちゃん、ちょっとこのナイフが大きすぎるけ。なんで？ちっちゃいナイフ持って帰ってあげるけさ、今度。これでしょうや。キスも一緒？頭落としてみたいな。キスは背開きよね。これどうする？これはあげる？煮付け？キスは天ぷらよね。美味しそう。ねえ、キスの天ぷらうまいよ絶対。もキスも内臓あるけ、お腹開かなきゃいけないね。え、キス内臓？そうよ。あの先に内臓だけピュッと取るよ。2cm ぐらいピュッと切って。うん。あ、2cm？ 10cm ぐらい切ったのよ。あ、別に。3万おろしになる。もう開いたお腹。これほんで中の背骨をどうやって抜くん？あのこう下につけて。こうやって？そう。そこをスライドできる。ええー。ああ。え、でも惜しくないでも。うん。惜しい。ほら開けてきたもん。なんてギリギリまで来た。穴開きそう。どあ、これあれか、これを逆さまにしてこうするってことね。お、意外にこれうまくいったんじゃない？見て、見て、意外とうまくいったんじゃない？これちょっと穴開いたけど、ほら。もういいよいいよ、ね、上手上手。腹開きよ。うん。容量得たよ俺は。頭取ります。鱗を取ります。匂いくなった。じゃあこれでいつ釣ってもキャンプ場所で食べれる。結構釣ってる。すごい、めっちゃ釣っとるよ多分。こんだけ釣れたら楽しい。堤防でこんだけ釣れたら上等やろ。これを多分ね、これより理解が多かったね。あー、腰入れ。多分ね、包丁がどうのこうのっていうかね、はい、同じ道具をちゃんと。いいよ、ネットで調べる。何のさばきだか。このこれ3倍おろし。あ、刺身？カマとか焼いたらうまいんかい。いや、美味しくない。あ、そうな。手先は器用やけね。あ、ちょっと切りすぎたかな。あー、穴が開いた。あ、もったいない身が。お、うまい。うまい。あ、でも案外大きいんやね。大きいよ。これうまいぞ。これは釣ってない。釣ったよ。釣ったん？これ釣って？一匹ゆうじ君で一匹コースよ。量が寝た後。そう、そうなよ。量が寝た後に、あっ！あ、よかった。マジでびっくりした。俺が寝た後に釣り合う。おお、うまい。いいやん。量が寝た後に釣り合う。寝て、おやすみって10分後ぐらいにこれ来たね。これ完璧じゃない？うまい。どこにも穴も開いてないし。これはうまい。ね、これはいいやん。いや完璧。ここにね、身が残ったよ。ふっ、もう包丁いいやん。あー、休憩休憩。くわー、きれい。あ、
った。すげえ。コウセイ。来て。うわ。食っとる。マジかこいつ。すげえ。パワーイソメ食べと。マジか。飲み込むわけねえとか言うの。これちょっと、ゆういちくんに、ゆういちくんの教えじゃらないね。ほら、ショウゴが朝使えた餌があるやん。餌の偽物。見てほら。偽物の餌。ほら。すごい奥まで入っと。めっちゃ乗り込んだらしい。すげえ。やばい、パワーイソメ。うわ。完全にサブ記憶がある。ああ、むずいけさ、やっぱ。噛むよ。ああ。それで最後？これ最後。頑張ったね。頑張ったね。多分これ皮引きすんの。あ、でも、それさ、コンロの下に水が落ちる。あ、皮引き。あ、皮引きね。それさ、皮、鱗取って炙ったらいい。炙ったらどうなるの？あ、美味しくなる。炙り？うん。アイナメは炙りは。アイナメなんこれ。あれアイナメって言うね。うん。ちょちょか。腹骨取ったりするのも本当大変ね。魚さばける人本当尊敬する。皮引きとかめっちゃ難しそうやもんね。うまくいったね。ほら、ね。おお、綺麗。ね。いいよ。大変。ネットみたいけど、腹骨をね、手で探して取ってください。あ、これもいらんやん。手切りそうです。声やろ見よったら。うん、なかなかやね。しびれる。はあ、はあ、皮引きやね。皮引きはさっきネットで見たんね。あら、
おお、いいよ、オッケー。まあまあ大きい魚かなと思ったらこんだけしか取れんのよね。そうなんよ。はあ、あああらこれどうやって取るん。もうそぎ落とすしかない。反対側から取る。ああ身が、ああ失敗。そう、ボロ失敗した。こちらの切り込みが大きすぎるのかな。むずっ。どうしたらいいの。あ、手で剥げるやん。お、ピューってさ、剥げたらさ、でもさ、両端が全部くっついてこん。あー、ほんとね、こうなるんや。あー、もったいない身が。あら、難しい。身がどん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 、身がどんどんなくなるわい。あったりするやつとか。あ、これもこういうの、こういうの、こういうの、こういうの。あ、使いすぎだ。辛かった。だいぶ止まっとった。